Hey guys, this is Fantasy. Welcome back to the channel. Today we're gonna continue playing Ghost of Tsushima. We're actually gonna do another character mission, Kenji's Tale. This is one of three. We're actually liberated Itsuhara down here. I actually found the last Mongol territory here, and I completed all of. So down here, everything is liberated. I just wanna finish. Kind of clear up the bottom map area before moving up north. So we're gonna do the Kenji's Tale today. Yep, and without further ado, let's get right into it. If you like what you're seeing, feel free to subscribe, smash a like button. That's definitely gonna help the channel grow. I appreciate your support, and let's keep playing Ghost of Tsushima. Sakai-sama! Kenji. 何をしておる。ちょっと厄介事がありましてね。何をしでかした。いやいや、猛虎がアッシラの飯を奪うんですよ。米栗魚すべて持ってかれてもう腹ペコ。アッシラだと？お前の畑なのか。あなたの言葉が忘れられなくて、ここの百姓の手伝いをしてるわけですよ。猛虎の野営はどこだ。 数日に一度来ては食い物を奪って去っていくので、わかりません。待ち伏せするか。それがですね、人質を取られてるんです。もし食い物を渡せなければ。何か手を考えれば。手はあります。お嫌いでしょうけど。まずは見て決めるとしよう。 お見せしましょう。食い物は浜に置く決まりなんです。この食料はどこから。畑や空き家から集めたり、釣りや狩りで奴らを食わせるために頑張りましたよ。そもそもお前はなぜここに。あなたの仲間だと知られてから、どこもかしこも危なくてね。辺鄙なとこなら安全だと踏んだんです。 Alright, let's keep going. Let's see if we can help Kenji's out. We actually got him in trouble because we connected him. I mean, the Mongol connected him to us when we were doing the Azamo Bay mission. So. まさかまさか、この大きさなら人がすっぽり入れます。 鎧を着た勇ましい侍でもね。俺よりふさわしいのは調子のいい酒売りであろうな。このたる猛虎の野営に行っちゃうんですよ。その後誰が戦うんです。あっし、あなた。ねえ、お前とおるといつも何かに入る羽目になるな。明暗でしょう。 Guess he's gonna try to smuggle us in again. まだ酒が残ってましたかね。あ、高いよ。来ましたよ。全部やる。ほら、持ってきて。マスター・モリガ、待て待て。あれはミヨ。ミヨは俺の馬、俺のナダマタ。モルピクニックボスト。あいた。 まさかうまくいくとはな。
Wow, the brute's killing them. Damn it, I missed. Well, the brute actually helped me out, so not gonna worry about it. Man, the hallucination dark is nice. Gotta thank the brute. It's actually helped me took out most of them. Kenji? あの野郎、今度会ったら一発殴ってやる。どういうことだ。全てあいつが撒いた種なんです。猛虎と取引しようとするから。ああ、酒井様、さすがの腕前。ケンジ、バカで間抜けで飲んだくれのダメ男め。ここは俺が。訳を話せ。猛虎に食い物を売ると言って藁と木くずをやってみたんです。儲けるためか。畑を守るためです。まさか気づかれぬと思ったのか。こんなに早くは。思っていたよりすぐにバレて村の門が捕まって。食い物を渡さないと殺すって。人の役に立てと焚きつけたのが間違いか。え、いや間違いだなんて言わないで。役に立てます。ただ練習が足りなかっただけ。人の命がかかっている時に練習などと申すな。肝に銘じます。Freaking Kenji. モーコに殺されずに済んでよかったな。すまなかった。助けになれないで。助けだと？米食って喉詰まらせろ。おっと、また余計なことを言ってしまったみたい。では達者で。体に火を。ケンジ、どうした？いやー、ちょうどいい時にお越しくださいましたね。この先に猛虎の野営があって、食い物やら着物やら薬がたっぷり。何十人何百人分も。しかも兵が出払ってて。ブンドルと
したら今ですよ今。何か隠しておるな。そんな滅相もありませんよ。猛虎はいなくて物資はどっさり、あっしらの分も島のみんなの分も。んこの木を逃すのは口惜しい。案内しろ。さすが、分かってくれると思ってました。Natu and the Sake Cellar. なぜ野営を見つけた？猛虎兵をつけてみたんです。そしたら奴ら、物見を置かず略奪に行くんでさ。では道で誰を待っておった？待って、いやいやいや、誰も。酒井様にはたまたまお会いしたんですよ。槍川の町に身を寄せる民は物資が足りず困っておろう。そうそう、助けてあげませんとね。言った通り、どこもかしこも物資だらけ。集められるだけ集めてくれ。着物に、革に、絹に、材木、これで大勢救われる。ほら、来てよかったでしょ。酒樽があるぞ。お主何か知っておるな。猛虎に酒売ってるのはあっしだけだと思ってません？ああ。そんな、ひどい。食料も多いな。魚、野菜、米、泡、これらすべて島のものか。奴らの口にも合うんですね。小屋には何もありませんでしたよ。あるのはクズだけ。調べた方が良いな。ケンジ、殺してやる。こやつを。ケンジの息の根を止めてやる。よくも見捨てたな。違う、誤解だ。助けを連れてきた。こちらは酒井様、噂のクロード様だ。事のあらましを言い開け。ケンジに騙されたんですよ。騙してなんかいません。猛虎が物資を買うはずだったのに、銭を払わず代わりにこの夏を捕虜に取ったんですよ。猛虎が買うはずだった。あいつら戻ってくる。早く縄ほどいて。物資はどこで手に入れた？スゲガサ州から盗んだ。酒井様、もうこの木をそらせます？逃げるつもりか？そんなそんな、策ですよ。信じて。当てにはならんな。そやつと逃げろ。
せ。ケンジ、夏夫、もう出てきてもいいぞ。お助けを。出られません。 Man, Kenji, he just steal from the... Well, Kenji and this guy steal from the Straw Hats, and then they get sell it to the Mongo. The Mongo never paid him, so I guess they triple cross everybody? I guess he triple cross, or double cross everyone, so... Ori nara anzen da to omotta ra... Akadaku natte! Man, Kenji, such a... snake. Kore kara dou suru no da? Kore kara ano sakadaru o niguruma ni nosete... Kenji! O ikari da zo! Sakai-sama... Ashi ra bushi o komatteru hito ni todokeru koto shika kangaete masen te ba...例えば槍川の野営とか、うん、持てるだけ持っていけ。その野営を訪れ、食料と薬で満たされておるか調べるぞ。はい、酒井様。はい、酒井様。Kenji, sneaky. What a sneaky punk.ケンジ、何をしておる？酒井様、祈りが通じました。どうせまた揉め事であろう。文字開いてみろ。実は俗に金を借りたんです、肉屋のボンに。返せばよかろう。返します、返します。でもおかしなところで落ち合うことになっちまって、足の喉をかっちる気なんですよ。こたびは何をしでかしたのだ。酒と薬をちょこっとだけ高く売って、その金で伊豆原から人を逃がしただけなんですけどね。気づかれました。人助けはせめんが、やり方を変えろ。足は本当にバカだ。俺に尻拭いをしろということか。え、もしゴンが襲いかかってきた時のために見張っててくれるだけでいいんです。下手に出てきてもらっちゃ足が恨まれちゃいますから。お前も考えたようだな。こたびは手を貸そう。ありがたや。Genji sounds suspicious. Always got it in some kind of funky trouble, and then...you know, have Jin to clean it up for him. Like the last one. He stole from the Straw Hat and then sell to the Mongo to make a profit, but yet he got caught and then Jin had to save him. Let's see if this time it's the same. 少し疲れたか。賊に返す金は持ってきたのか。もちろんですよ。ゴンはこの近くの橋で待っております。案内を。揉め事は毎度のことですが、体がブルッと震えてきました。震えを収めたいか。嘘をつかないことだな。最初の嘘は咎められなかったもんですから。何度ゴンを騙したのだ。三度。堅実な商いをしろ。それも命がけですよ。最初の品は坊主んとこの酒でしたし。まさか盗んだというのか。もし捕まっても多めに見てくれそうでしょう。知恵を絞ったのだな。そうでしょう。だけどあいつら総兵でして、タチやナギナタを持ち出して、きっとまだ探してますよ。世話しない男だ。そうなんですよ。厄介に巻き込まれてばかりで。身から出たサビというものだ。顧みるべきだな。走れ。 Yep. Once a thief, always a thief. Kenji even steal from the monk. Come on, man.
guess Sakai has a soft spot for this guy. He did help Sakai or Jin to get into Azamo Bay and then all that good stuff, so maybe he just feel, you know, entitled to help him. Anyway, we'll see. あの橋で落ち合います。歩きましょう。橋へ行け。俺はゴンが見える場所を探す。では、もしもの時のための合言葉を。これどうです？お元気で何より。好きにしろ。守らねば。なんでまたこんな変なことを。ここなら俺が丸腰だとよくわかるな。またご冗談。金どうしろ。もちろんここに。まったくどうしてそんなことになったのか。足にもさっぱりだな。まあ気にすることはない。金の話。ケンジを殺すにしては数が多すぎるな。飽きないで。で、アザモの出の漁師と知り合って話を聞いたら、クロードが猛虎を一掃し、ついでに鍛冶屋も消えたらしい。クロードの話なんて、でたらめですよ。だが一つ気になる。クロードが現れる前、村に飽きるのが、猛虎に酒を振る舞っていたそう。Why is the Mongo be involving in this? また借りができてしまいました。いくつ貸せば済む。お返しします。酒ででも蔵ででも。それとも。ケンジ、なぜ船なきことに命を落とすのだ。船内なんて、すべては飯と金と寝床のため。お前はタカを救った上、薬も配っておるではないか。そんな褒めないでくださいよ。お前には才があり、対馬を救うために力を尽くしてくれ。そうします。名誉なくして賢人なし。Nice, that was a pretty interesting one. I wonder why the Mongo was involved though. I wish he would say something, but yeah, I mean, Kenji does have a really interesting skill, so I mean, he could really help smuggle things for
people of the island, you know? But yeah, with that, I think that would be it of the character tale with Kenji. I think I don't think there's any more of them popped up. Maybe until we open up this area. But yeah, that was it for the character tale for Kenji. I hope you enjoy this, and I'll see you in the next one.